今同じ大学の大好きな男の子と半同棲して4ヶ月が経ちます。愛情表現はしてくれるし、バイト終わりには料理作って待っててくれて、迎えに来てくれて、エッチもするし、書くなそんなこと、普通のカップルみたいな感じです。でも彼には他の大学に高校生の頃から3年間付き合ってる彼女がいます。彼女に対してはもう恋愛感情はないし、レベル7まであるんだ。ですだけど友達としては好き。でも親や友達にも紹介して、クラフトもあるんだ。ブンサマみたいだな。ちょっとクラフトもあるの。そして彼の母が初めての彼女で3年も続くなら安心だねと言ったようで、彼が彼女と別れたらみんな悲しむと思っており、別れられないみたいです。私は彼が大好きだし、デートに行ったり2人で料理したり一緒にいられるだけで幸せですが、どうしてもいつかはちゃんと付き合いたいと思ってしまいます。たまに彼女とデートに行ってしまって一人ぼっちで帰りを待つのも辛いです。浮気をバラすと脅したら彼女は別れてくれるかもしれませんが、自分と付き合ってくれる気がしません。ほとんど愚痴になってしまいましたが、サラちゃんの意見を聞きたいです。あー、ここは COD だな。そいつゴミです。だからつまり高校の頃から3年間付き合ってる彼女がいる男を好きになって半同棲しちゃってんだよ。浮気相手なんだよ、つまりこのマロン氏。わかる？ゴミです。あなたはキープになっております。なんで半同棲なんかしてるんだ。やめろ半同棲を。セフレやん。今マシュマロで好きな男にセフレ扱いされてる女の悩みを聞きながら喋ってました。ありゃ大変だね。やめよその男って。浮気相手になった時点でもう終わりだって、その恋愛。間違いない。脅すってちゃんちゃいけないからね。あ、僕だったらそんな思いさせないけどな。あれ割り込んできたな。狙ってる。もしかして狙ってる。騙されちゃうよこの女の子。絶対騙されやすいもんだって。でも、まああんまこんなこと言ってもかわいそうだけど、終わりですその恋愛自体。終わりでーす。かわいそう。逆に離れてみるのが一番可能性あるかもね。うん、なんか